1月30日の多利町雪景色です。池田山も真っ白です。日の宮倉の向こうが相川園大樹で、その向こうが北中、その向こうが新多利駅のある大石の集落です。今日は伊吹山は見えていません。菩提山も雪が積もっています。多利駅です。大垣の方は明るいですね。あれが金生山、大垣の方はもう晴れると思います。あと1分ほどで大阪8時発高山12時23分着のワイドビュー飛騨25号が間もなく来ると思います。大垣駅着は8時46分です。今現在は1月30日の9時40分です。あと1分ほどでワイドビュー飛騨が通過していくと思います。そこを撮りたいと思います。しばらくお待ちください。あと1分雪の多利の町をご覧ください。これ公民館ですね。その向こうが多利旧役場です。その向こうが中山道ですね。中山道の多利宿ずっと続いてます。あちらが一能の親方に古墳、その向こうをずっと見えるのが欠けた山が金生山です。あれが多利駅で、その東の方が大垣駅がある大垣ですね。手前の線が東海道線、下り線、多利支線です。向こう側の線路が東海道本線上り線になります。で、東海道本線の下り線はずっと向こうの大石のある新多利駅を通ってるのが東海道本線下り線です。で、こちらは多利支線になります。大垣関ヶ原間が多利支線になります。大垣駅は海抜6メーター、多利駅が海抜30メーター、関ヶ原駅が海抜137メーターということで、ここから100メーター西へ登っていきます。そのために昔は多利の駅で機関20連30連で機関車を2台つけてここを登っていったんですが、石炭が不足になった第二次世界大戦中に石炭を節約するために向こうに下り線を北へ迂回させたんですね。それで東海道線が北と南に分かれてしまったんですね。現在も分かれたままです。こちらは多利支線になります。さあもう来ると思いますが、いかがでしょうか。この陸橋の向こうにあるのが浅草寺で、多利城ですね。長屋氏が築いたといわれる承久の乱後1221年に築いたと言われております多利城です。
さあ来ました、ワイドビュー飛騨25号です。ワイドビュー飛騨25号3両編成、今日は5分ほど遅れています。雪の影響でしょうかね。高山も多分遅れると思います。ワイドビュー飛騨25号は3両で大阪を出まして、岐阜駅で名古屋から北高山行き 6両と連結して9両で高山へ向かってきます。今3両のうち一番の後ろが自由席で、前の2両が指定席になってました。以上、中継終わります。